本日投稿した、やさぐれメタルが嘘を吹聴したせいで、Google マップが荒らされています、という動画は、削除しました。動画の内容としては、やさぐれが虚言動画を投稿してから、リバーズエコの Google マップの評価が、星 4.5 くらいから、3.9 まで下がっているので、星5評価をつけてほしい、というものでした。しかしそもそもの話、物を買ったり、言ったりしていないのに、星5評価をつけさせるよう促すのは、不適切なのではないか、ちょっと正義が暴走してるんじゃないか、という趣旨のコメントをいただきました。また小川社長からも、きちんとした評価をしてほしい、という趣旨のコメントをいただきました。いただいたコメントを読んで、考え直した結果、星5評価をつけるよう先導するのは、不適切な行動だったと、考え直しました。小川社長、リバーズエコの従業員の方々、視聴者の方々に謝罪します。今回は出過ぎた真似をしてしまい、申し訳ありませんでした。もっと小川社長の気持ちに、配慮すべきでした。考えが足りなかったと思います。今後はこのようなことがないよう、気をつけて動画投稿をしていきます。削除した動画のコメント欄で、指摘してくださった方々、ありがとうございました。今後もこれはさすがに違うんじゃないか、という点があれば、コメント欄に書いていただけると助かります。最後までご視聴ありがとうございました。